放送90年ドラマ、京成催眠の男に、高橋小歴を後編、2015年8月29日と21時から22時、放送内容、日本銀行に入り、副総裁になった高橋小歴を、大国ロシアとの戦費調達の命が下される、日本の命運をかけロンドンで必死の交渉をする小歴をは、アメリカの投資家シフトで会うが、番組内容、ペルーでの事業失敗の後、日本銀行に入行した小歴を、いよいよ経済界に飛び込んでいく、副総裁、となった小歴をは、大国ロシアとの戦費調達の命を受けロンドンに、不可能と言われた資金調達を、見事成功させる。その後、経済的手腕を買われた小歴をは大蔵大臣として活躍、関東大震災や、金融恐慌など、国民のピンチを奇想天外な政策で救っていく。しかし、国家経済を預かる小歴をと分、非拡大を主張する軍部との対立が徐々に深まっていく。出演者、小田切城、林役。